元アイドル歌手でドラマにも出ていた倉田真理子さん。50代の方なら記憶には残っているはず。レコ大新人賞を受賞した歌唱力を持ちながら、とある事件に巻き込まれて引退に追い込まれた彼女。最近話すら聞きませんが、一体どうされているのでしょうか。気になったので調べてみることに。倉田真理子さん、本名は坪田真理子さん。長崎県のご出身のようです。家族は母親と妹が一人いて、幼い時から母親の女手一つで育てられたため、早く母親を楽にしてあげたいと思っていたとか。芸能界に入ったいきさつは、1974年高校1年生の時に家族揃って歌合戦に出場した際、スカウトされて上京したのだとか。当時アイドル好きなら必見の NHK の人気歌番組レッツゴーヤングにサンデースの一員として、1978年4月から3年間レギュラーで出演。同時期のメンバーには川崎麻世さん、渋谷哲平さん、田原俊彦さん、松田聖子さん、浜田樹里さんがいたようです。当時は司会の歌手石川ひとみさんとよく似ていることでも話題になりました。でも今見ると倉田真理子さんの方がずっと大人っぽい感じもしますね。身長なんかも倉田真理子さんの方が随分高くて、足も長かったので一目瞭然でしたが、1979年グラジュエーションで歌手デビュー。抜群のスタイルと歌唱力を生かして、1979年3曲目「How Wonderful」で第21回日本レコード大賞新人賞ほか、各賞を総なめしてブレイクしました。歌手だけでなく、足立満原作漫画「9」のヒロインの声優、テレビドラマ「気になる天使たち」、ちょっといい姉妹等に出演。他ではトーク番組とかも出ていて、当時22歳の倉田真理子さん、某化粧品会社提供の人気番組で、当時芸能人のステータスでもあった久米宏さん司会のおしゃれというトーク番組にも出られていて、アイドルらしからぬ話しぶりがとても印象に残っています。久米宏さんとのやりとりの中でも、倉田真理子さんの話しぶりはただのアイドル歌手のしゃべりとは思えないほどで、あの久米宏さんが舌を巻くほどでした。しかも実は高校時代から数学がとても好きだったのだとか。それだけでなく、数学では90点から100点しか取ったことがなかったのだとか。さらに高校2年の学年終了時に、全学年200名以上の中で全科目学年通じて90点以上の高成績者限定の特別表彰を受けたことがあるのだとか。しかも狙って取ったそうです。当然人一倍努力してですが、外見も抜群に可愛くて、しかも勉強もトップレベルでというとんでもない高校時代だったのだとか。そんな秀才なら推薦入学で大学進学も当然可能だったはずですが、倉田真理子さんは芸能界を選んだのです。想像ですが、幼い頃から父親がおらず、母と妹と3人で生き抜いてきて、母親や妹を守るために自分がしっかりと稼がないといけない。最初から選択肢は一択だったのでしょう。20歳そこそこの女の子が家族の幸せのために頑張るなんて、なかなかできるものではありません。しかしその順調な芸能活動にも次第に陰りが見え出すのです。というのも、彼女のすぐ下の世代には松田聖子さん、河合奈保子さんらの新世代の人気アイドルが目白押しで、その影響で人気に陰りが出始めたのです。そういえばデビューから17枚のシングル、6枚のアルバムを出しているにもかかわらず、2曲しか印象に残っていないというのが正直なところ。そしてそこからは予想もしないことが
彼女の人生を狂わすことになったのです。ある創刊前の写真誌の一枚の画像、それは彼女が話題の投資コンサルタント中井茂樹氏に肩を抱かれ並ぶ写真でした。単なるアイドルと谷町の記念写真なら何も珍しくない構図ですが、しかし当時中井茂樹氏はとんでもない事件で告発される身だったのです。その事件とは投資ジャーナル事件という不正証券取引に関する詐欺事件。中井氏は証券関連雑誌を発行して投資家から集めた100億円もの資金を懐に入れ雲隠れしてしまった事件。それだけならまだしも、同時にこのような記事が出て倉田真理子さんのイメージは完全に失墜することになります。それは当時人気絶頂のアイドルの倉田さんは中井の愛人で7000万円の家をもらったという記事が発端となり、要するに愛人契約に対する対価だということで、倉田さんは事件に巻き込まれることに。実際目黒区の一等地に3階建ての豪邸を購入していた倉田真理子さんは単独会見までして身の潔白を主張しましたが、その後も想像を絶するバッシングが続きました。またこの7000万の出所について税務署の調査で芸能プロダクションとの契約料を担保にした融資であることが証明され、中井氏との関係もそういうこともなく、倉田真理子さんの身の潔白は証明されましたが、精神的ダメージが凄まじく自ら芸能界から引退されたということです。ではなぜこんなことになったのか。それには裏話があって、倉田さんのマネージャーが所属事務所からの独立資金を中井氏から出させようと画策したのですが、逆に中井氏の方が倉田さんを引き抜き芸能プロを作る計画をしたため、逆上したマネージャーがマスゴミや週刊誌にリークしたというのが真相なようです。それとこの事件においてなかなか潔白が証明されなかった、その理由にはもう一つあって、7000万円の貸与の趣旨について新しい芸能プロダクションへのスカウト料の代わりの融資であることまでは明らかにしました。しかしどのようなプロダクションなのかは話すことができなかったわけです。なぜなのか。実は当時テレビへの専務の M という人物がいて、メディア界ではテレへの天皇の異名で通っていたほどだったのですが、なんと倉田真理子さんをスカウトしたプロダクションは実はこの M 氏が事実上支配していたのでした。政財界のフィクサーでもあったという M 氏。中井氏と M 氏の親密な関係の公表は、すなわち倉田さんの7000万円が M 氏と密接に関連していたことを明らかにすることと同じでした。テレビ局の大幹部が芸能プロダクションを事実上経営していることは道義的な問題になるだけではなく、刑事事件にも発展しかねない大問題だったのです。だから倉田さんも M 氏の立場を鑑みて口が裂けても金の出所だけは言えなかったのです。事件に巻き込んでしまった張本人の中井氏は倉田真理子さんについて、今回の最大の被害者の一人が彼女だと思います。大切な、さあこれから芸能人として開花しようとするときに私の事件に巻き込まれマスコミにボロボロにされてしまったわけです。彼女には何の罪もありませんでした。本当に申し訳なく思っています。自由になったときにはこの償いをしなければいけない人の一人だと思っていますと言っていますが、大人の事情が立て込んだ中で苦労をかけた母にせめてちゃんとした家を買ってあげたいという倉田真理子さんの高校心がハマってしまった罠だったのかもしれません。最終的には贈与税が払えず、その家も差し押さえになり競売にかけられたわけですから、
芸能界に嫌気がさしたのもうなずけます。芸能界引退後の倉田真理子さん、1996年36歳の時に結婚されたようです。お相手は1歳年上の医療機器メーカーの社員だとか。翌年女の子を出産しましたが、その後離婚されたようです。娘さんも現在は23歳になられていますね。それだけではなく、倉田真理子さんは実業界でとんでもない成功を収めていたのです。国際法律事務所の秘書を得て、資格試験予備校 LEC の執行役員、講師、そして2003年に独立起業。坪田真理子の名でキャリアカウンセラーとして大学生への就職指導、企業、自治体向けのプレゼンテーション能力向上や営業力強化等の研修ビジネスを手掛け、各地での講演活動を行っていて、東京学芸大学の客員教授を務めてらっしゃるとか。倉田真理子さん、これほどまでにマスコミにもてあそばれ、不本意な芸能活動の終わりを遂げた芸能スキャンダルの被害者がいたでしょうか。芸能界とメディアの闇を感じずにいられません。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は人生や純粋な夢を大人の私利私欲によって一瞬で奪われてしまった倉田真理子さん。でもあの番組おしゃれでの頭の回転の速さは本物だったんですね。とすると、実は彼女は本来あるべき姿に戻っただけなのかもしれないなと、そんな風に思ってしまいました。でも人生ってどこでどうなるか本当にわからないものですね。それではまた次回お会いしましょう。